グルテングルメ。こんにちは、グルテングルメです。もう今回はもう見どころ満載な韓国のお宝動画を YouTube にしたので、ぜひ見てください。はい、まず最初はトゥータムズアップの整理券を取りに来ました。で、待ってる間は本当に歩いてすぐ行けるところなんですけど、アグリーベーカリーっていう現地でもすごい人気なパン屋さんに来ました。これはそこで調達した保冷バッグです。で、店内こんな感じなんですけど、マンモスパンとかがもともと結構有名だったのかな。今はこのクリームパンがすごい流行っているので、このクリームパンとか、あとこういうなんかもう、もうパンっていうか具みたいなパンたちがたくさん並んでいます。で、私たちが買ったのはこんな感じで、クリームパン3種類と、あと、マンモスパンを1個買いました。あ、意外となんか超濡れてる、しっとりほどしっとりでも、裏が硬い。え、本当だ。え、なんか、大丈夫これ。板？あ。あんこか。チョコ。チョコクッキー？生チョコ？あ、待って、本当にやばい、あ、このアールグレイのクリームパン、もちろんめちゃくちゃ美味しかったんですけど、思ってたほどこうもちもち系ではなく、正直この買ったねコーンの、チーズのやつは結構もっちりめしっとりめで、見てこんな感じです。こっちの方が私は好きだったかも。で、さらに好きだったのがこのカステラクリームの、クリームパンなんですけど、これ中にもカステラ入ってめちゃくちゃ美味しいです。どういう食べ方？はい、で、これがもう私の待ちに待った12時半のツータムズアップさんの、ね、入店なんですけど、イートインできないんですけど、店内がめっちゃ可愛かったです。ちょっとこじんまりとしたちっちゃめな感じの作りになってます。やばくない？これ全部ベーグルだよ。やばいですよね。なんか日本で見なさそうな感じので、これはマンモスパンと、あとチーズケーキ、ちょっと焼き菓子系、こういったも置いてありました。めっちゃ大きい。大きいの分かる？これ分かる、分かる。めっちゃ大きい。え、今まで見たサンドで一番大きいかも。そうだね。なんかお尻って感じして、ちょっと生めかしいこのムチムチもちもちな感じ、今までその韓国行った中で一番もしかしたら感動したベーグルだったかもしれない。イチジクも大ぶりで本当にすごい美味しかったです。わかるかな、すごいね、もなんか米粉入ってるのかな、もち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 みたいな感じですリュウジ君は結構豪快な感じのタイプなので、外で食べづらいね、これ。はい、で、次行ったのが前回も行ったブリックベーグルさんです。ここは本当に唯一無二のベーグルっていう感じで、すごい高さのあるサンドがかなり印象的なお店です。で、もちもち系とかってよりもちょっとふわふわめな感じのタイプのベーグルなんですけど、このお芋のベーグルが本当に美味しいので、ぜひ食べてみてほしいです。インパクトがすごい超個性的、ふかふか系なんですけど、ややすごい、ここも美味しいのでぜひ行ってください。はい、で、次私たちが行ったのがこのアースアスっていうカフェで、これ私ねずっと行きたかったんですよ、ここのカフェ。チーズケーキすごい好きで、ここヨーグルト のチーズタルトみたいなのがすごい有名で、世界観も可愛いし、何よりこのチーズケーキたちが本当にめっちゃ美味しかったです。で、下がタルト生地になってて、上がレアチーズなんですけど、桃がこんな感じでゴロゴロンって入ってます。で、下のタルトもなんかシナモンが入ってたかな、なんか ロータスだったような、じゃなかったような感じなんですけど、すごい美味しいです。で、私ここで逸話があって鍵閉めたと思ったトイレ鍵かかってなくって、男の人に開けられちゃってすごい恥ずかしかったので、すぐに食べ終わったらお店出ました。で、これはバナナのチーズケーキなんですけど、これなんかね、わかるかな、中にビスケットみたいなのが入ってて、このビスケットがまたなんかちょっとねちっこいタイプですごい美味しかったです。結構濃厚な感じだけど、くどくない感じが本当に美味しくて、え、硬っ。そうなんだ、超美味しいじゃんこれ、バナナのつぶつぶ。
続きまして向かいましたのはこちらの DM スイーツショップでございます。これはね、あの焼き菓子とかあとベーグルとか、もう私こういうのが食べたかったんですけど、あのだいたい売り切れてね、こういうのも食べたかったなって思ったんですけど、なんとベーグルだけあったの。これはもう運命だなと思いまして、私が気になってたベーグルちゃんもまだいたので、あのこちらの子をこれ買おうじゃん、連れ帰ることにしました。はい、食べます早く。次行ったのがこちらのユーデザートっていうところなんですけど、こういったなんかね、あの層になってるチーズケーキとか、あのブロンディっていうホワイトチョコのこういったケーキがすごい有名で、こういうのが食べたくて、これ翌日の朝です。ヨモギのアールグレイ、朝ホテルでねいただいたんですけど、あの朝食べるにはあまりにもヘビーなチェダーチーズのケーキと、あとこれがヨモギのケーキです。めっちゃかっ、はい、あの硬いんですよ本当に。これなんかホワイトチョコのガナッシュが入っててあのすごい硬かったです。難しいよ、ね、難しいよね。ガナッシュの方は本当にもう丸ごとチョコにかじりついてるみたいな感じだったけど、このケーキ部分の方が結構しっとりしてて、あの美味しかったです。アールグレーじゃない、はい。でこっちがチェダーチーズの方なんですけど、これもめちゃくちゃ濃厚で、あのもうこっちはチョコっていうか、あのチョコの食感をしたチーズ食べてるって感じで、かなり甘じょっぱい感じです。ちょっとこれ食べてみる。チーズだね。もうこれは私の超一押しな、私の大好きなベーグル屋さん、ロンドンベーグルミュージアムです。頼みすぎちゃいました。はい、これがトリュフのスープと、あとベーグル3つ、ジャンボンハムとバターのサンドと、これリュウジさんのお気に入りです。でこれがポテトとチェダーチーズ、これがジャンボンハムの、バターサンドです。結構どれもあの時間経ってもしっとり食べれるような食感のベーグルで、本当にすごいねしっとりしてて、あのむぎむぎ系ではちょっとないんですけど、しっとりでちょっともっちりした感じの食感のベーグルです。でこれかなりハムがしっとりしてて、このハムがねすごい美味しいんですよね。はい、でこれが私たち今回もリピートしてしまったマッシュルームとトリュフのスープで、もうすごいめちゃくちゃ刻まれてますキノコ、これがね美味しくて、いつも絶対に、いつもって2回しか来てないけど頼んじゃうやつです。でこれ私の一番お気に入りのネギクリームチーズのベーグルです。プレッツェルの塩バターベーグルだったかな。他のやつよりもやっぱりこう油分があるせいか、すごいもちもち、すっごいしっとりしてて、わかるかな、この、ね、この後ちょっと食べるところすごいもちってして、見てね、もちゅってしてるの、この感じがすごく美味しくて、前回に引き続き今回も頼んじゃいました。食べたチェダーチーズとジャガイモのベーグルなんですけど、これもすごいねもちもちだった。生地にね入ってるのかな、練り込まれてるのかもしれないんですけど、中にも、ポテトが入ってます。個人的にはアックジョンのお店がおすすめです。本当に美味しいので、皆さんぜひぜひマストで行ってみてください。はい、では私の今回の大本命といえとも言えるアベベベーカリーさんにやってきました。本当すごいね、地元の方からも大人気で、もうこんな感じでもう目移りしかしなかったですね。本当に決められないぐらい全部美味しそう で私たちはねこの2種類にしました。おすすめしたいのはもう断然私はこっち、これなんかねちょっとしっとりめな、こ見てむにゃーんってなるような生地の中にむにゃーんってなる感じの柔らかい牛皮と、あといちごのクリーム入ってます。こっちの方がガーリックのちょっとマヌルパン風のやつで、中のクリームがね結構甘めな感じでした。クリームパンってよりもパン、ちょっとカリカリっとしてて、あのやや固めな感じの食感のパンです。でこれ本当に行った方みんなすごい美味しい美味しいとしか聞かないので、韓国行ったらアベベベーカリーはマストだと思います。はい、で次にやってきたのはこちらのカフェレイヤードで、韓国のこの英国風のこういったカフェの先駆けかなって個人的にはすごい思っているお店で、ディスプレイがとにかくめちゃくちゃ可愛いんですよ。でどれ食べても基本的に全部美味しいっていうのが私の推しポイントで、なのでまあ初めて来る方韓国には結構このカフェいいなと思うんですけど、キャロットケーキもふわ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 な感じです。この癖がなくとにかくふわふわふわな感じです。でこのビクトリアケーキがねすごい美味しくって、超バター、
のすごいバターな感じです。本当にザ・バターケーキで、なんて言うんだろう、半分バターかなーってぐらいのバター感、すごい口どけが良くて、これおすすめです。でカフェハイウエストっていう姉妹店が歩いてすぐのところに実はあるんですけど、こっちの方が全然空いてないです。ただラインナップはこっちの方がちょっと少なかったかもなと思います。で、あの動物系の食べ物が結構多いので、私みたいなこの動物モチーフにしたスイーツ好きな方はこっちの方も結構おすすめです。じゃあもう急いで次に行くので切りまーす。